はい、もうデビュー続きからやっていきたいと思います。10月にあれだよね、パリだかどっか行くんだよね。とりあえずじゃあこれをささっと終わらせましょう。 K-POP のインナーかトップスとキュートなヘッドアイテムとクールな、ちょっと要求が多いわねK-POP の、とりあえず K-POP でしょ。インナーかトップスね。私はインナーあんま使わない派なのよね。あ、でもなんかインナーとかの方がさ、K-POP 感ない？まあ、いっか。あ、なんか微妙か。これ K-POP 感ある？あ、でも可愛いかも。え、可愛いかも。うん。これに、キュートなヘッドアイテム。先にクールなショーパンね。クールクール。ショーパンね。わあ、どうしよう。無難なのは白。でもデニムかわいい。いや、でも無難に行こう、ここは。うん。ショーパン、キュートなヘッドアイテム。あ、待って、これさ、足元は何も言われてないよね。じゃあクールでいいよね、多分。いや、でも K-POP っぽくしようかだったら。ちょっと待ってよ。キュートなヘッドアイテム。ヘッドアイテム？いや、ちょっとわけわかんないよね。え、わかんない。K-POP の人って何つけてんの？こういうの？いや、つけてんの見たことないけど。これ？私本当にわかんないのね、K-POP に関しては。なんか全然、見てないからさ。まあ、いっか。そうね。あとはじゃあとりあえず K-POP にして、そうだ、 K-POP ってなんかあんまり足かわいいのないんだった。だいたい派手なのがいいよね。これ、え、かわいくない？合ってないよね、でも服とね。そうだよね。あ、なんかこういうの履いてないイメージだけど、履いてない？履いてないな。ごめんなさい。履いてないわ。なんか正解がわかんない。どうしよう。大丈夫？バッグいらないでしょ。あ、いる？いや、いいよ。はい。すごい。いや、すごいなと思うのは、ちょっと要求量が一気に増えてきたことの方が私すごいなと思うんだけど、ね。大丈夫？この子入れる？20に。入れないよね。この子じゃ入れないよね、多分ね。かっこかわいい韓国ガール。こんなんなの？韓国ガールって。私が知らないだけ？きっとそうよね。私が知らない。靴ちょっとダサいから隠すね。背景。わかんな。これに関しては背景どうしてあげたらいいか全然わかんな。何が正解なんだろう。かわいいなと思うけど。これちょっとおばさんだね。え、こんなのあったんだ。知らなかった。これとかでいいんじゃない？適当だよね。これとかでいいんじゃない？あ、すごいいいじゃん。ちょっと、過剰演出かもしれないけど。
粉っぽくて綺麗かな。髪型的なもの。あ、かわいいハロウィン。お金持ちすぎじゃない？今気づいたんだけど、やばいよ。1、10、100、1000、万、10万、600万持ってんのこの子。やば、お金余りすぎ。これ鳥間駅前ビル。お、突然土砂降りの雨が降りだ、最悪だね。そこにの豊か、そうです。なんだ、傘をしたのが間抜けだな。間抜けって言われた。え、いいの？遠慮なんてすんな、俺は頑丈だから平気だ。かっこいい。まだ風邪をひいた方が嫌なんだよ。黙って使っとけ。え、好きになっちゃう、そんなのされたら。ね。ないな、そんな経験ないわ。うん。そうだね。頑張って、相合い傘。でも相合い傘とかってさ、あれ、されてる側だとさ、どうしてもさ、ちょっと気使うからさ、どっちにしろ肩とかすごい濡れんのよね。意味ないのよね、あれ。お、今帰り？そうです。どの撮影が一緒に帰ろうよ。あら。うん、機嫌いいね。どうした？テンションがいつもと違う？確かにちょっと変だったな。今の忘れて。さっきまで明るい男の子役演じたのが抜けてない。え、いいよ。明るいのもいいと思うよ。え、軽くデコピンされた。え？洗った仕返し。何それ。何そのやりとり、かわいい。なかなかないよね。だって、普通デコピンされたら何なのってなるよね。彼にされた場合はいいな。一作目からシリーズ全部コンプしてるぐらい大好き。なんだろう、FF かな。FF1 から全部やってるとしたらガチ勢だよな。この髪型可愛いからいいよね。聞いた。なるほどね。いいんじゃないね。スバルがニコニコして何かを見ている。これが気になるの？これは絵手紙だよ。海外で会った子たちが僕のために書いてくれたんだ。なんか彼いい子だからさ、やっぱりあの今の業界の悪い噂をなんとかしてあげたいなと思うよね。ねえ。とりあえず仕事しようかな。仕事してから行こう。CM。新しいメガネブランドの CM。黒のメガネを使ってクールなコード。任せてよ。うん。あんた付き合い長いんだから私がクール得意ぐらい分かってよってね。え、黒でしょ？死んだんだけど。なんで私逆に黒のメガネ持ってないの？あ、待って。これさ、クールっていうさ、ワードがいけないんじゃない？だったらあるんじゃないの、メガネ。どう？さらにメガネはさ、なんでもいいと思うんだよね。あー、どっちがいい？これか。これ。私がでも使ってんな、こっち。リアルに使ってんな、こっちだね。なんでこれにしましょう。で、クールね。さすがにメガネはクールじゃなくてもいいでしょう。うん。メガネ女子なので、ちょっと落ち着いた感じにしていこうかな。なんだろう。これ落ち着いてないよね。落ち着いてない？わかった。なんか部屋着っぽくする。これだって部屋着じゃない？完全に、ほら。部屋着だよ。うん。なんでしょう、家にいますみたいな。履いてるものもちょっと楽なものがいいよ。うん。あんま、気張ってない方がいいと思う。こんなの履いたらもう台無しじゃない？いや、そう、アイテムとしては大好きなんだけど、ないのか、普通のサンダルみたいなの。スニーカーってこれしかないよ。ダサいな。全然家っぽくできないわ。え、だったらもう、
これにする、でおしゃれにする、もう怒った何に怒ってんだんですよね。いや違うな、パンツかな。いやパンツ少な、なんかワンピースもさ思ったより少ない。何これ、使ったことないこのアイテム。これ可愛くない？これにしよう。で、メガネはつけてるから、アクセで、これ使いがちよね、私ね。え、可愛くない？普通に。私好き、これ。はい。自分次第カスタマイズ。え、待って、UV カット 99.9% 3500円からって安くない？ね。え、GL って何？ GL 全店およびオンラインショップにて。これ何？どういうこと？これ、何？え、待って、安いメガネってどこ？ジーンズ？ジーンズこれ。ジーンズかゾフ？それはもうジーンズ派ですね。今安さ重視ですよ、メガネなんて。メガネって割と消耗品じゃない？なんか、ね。すごい、エッフェル塔じゃない？パリなんて僕だけなら絶対に行き先に選ばないところだよ。あ、そう。てか、なんであなたそんな薄着なの？え、パリは今あったかいってこと？死んだんだけど。また私だけ厚着だよ。やだな。私も行ってみたい、パリ。ほら、私だけくっそ厚着。てかさ、体の向きおかしくない？後ろ二人。カメラさんは手前にいるのよ。大丈夫？美味しいスイーツ食べに行っちゃう？いいね。どこ行くんだろう。え、私、水木と一緒に行動したいんだけど。なんか、リコあんまりちょっと。うわ、ストーキング？よくないね。あら。すごいわね。これも写真かしらね。完全に写真だよね。え？そうなんだ。え、待って。わざわざパリ行って漫画喫茶行って帰ってきたの？嘘でしょ。え、もっとパリあったって絶対。回るところ。マジ？なんかしょうもないパリの使い方しちゃってるよね。なんだって？オフショルのシャツに、ガチャベのパンツ。オフシャル？オフシャルのシャツね。使ってみる？使ったことないもんね。これでパフューム感出していってもいいんだけど、ちょっと、ほら、季節はもう冬に向かっていってるからね。赤使ってみたい。え？ガチャベのパンツって何？ちょっと待って、ガチャベ？のパンツね。あー、こういうこと？あー、かわいいじゃん。あ、ガチャベって何？ベルトのこと？違う？え、かわいくない？これ、普通に。でもなんかちょっと上が、かわいすぎるのかな？もうちょっとクールな方が締まりそうじゃない？ちょっと待って。オフショル。オフショル。え？変えよう。これに合ったのにしよう。パフューム合わないもんな。え、何が合うんだろう。なんか地味だからさ、下が柄入れてもいいのかなって。あ、これ
あーでもちょっと上が甘いな。甘いっていうか、なんていうの、可愛すぎるというか。これか、これだね。わかんないけど。で、カジュアル。そうね、どうしよう。わかんないのよね、いまいち。このさ、ズボンには何が合うの？これ？いや、足元がすごく 重たいね、これだとね。え、足浮いてない？気のせい？これ足浮いてるよね、絶対。これにしよう。足浮いてるよな。紐でも首に巻いとく？で、この星かわいいよね。見えないけど。そうね。バンダナはないかな。やばい、黒コーデになっちゃってる。大丈夫？大丈夫？本当。頭なくてもまあ最悪いいんじゃない？はい。あ、でもかわいい。足長いね。そこっていうね。え、大事よ。うん。足長く見えるやつにしようよ。これ。ニコモのマストアイテム。え？これマストアイテムだったの？へぇ。へぇとか言って。何がいいんだろう、背景。これは？これにさ、やっぱそこはやっぱガーリーだと思うのよ、私。いや、お花は違うのよね。あー。可愛くない？普通に。可愛いけど、なんか別にでも今のこのテーマには合ってないか。そうだよね。ごめんなさい。可愛い。ちょっと待って、モデルの位置が悪い。もうちょっと中心に寄りな。うん。なんかこれなら何か使えそうじゃない？デコパーツ。そうね。なんだろう。使えそうって言った割に全然思いつかないのよね。すぐ文字入れちゃう、私。ハロー。やばい、ダサい。はい。この服がこんなに似合う人初めて。本当？ありがとう。他の仕事がないからね、もう一回出版社行きましょう。リュックとソウロゴのアイテムでポップにこう、うわ。苦手かもしれない。ソウロゴって何？6個しかないけど。待って、なんかでも使いやすそう。紫かわいい。え？これだけでいいの？でもいいんだろうね。ないんだから。ポップポップ。そもそもポップのアイテム自体がすごく少ないね。上紫じゃ、下紫じゃん。なるほど。可愛いけどね。可愛いのよ。可愛いんだけど、下にやっぱ、ラブってついてるから、上にまでこんな柄入れるのはちょっと、ダメじゃない？え、無地ないの？無地。あ、なんかすごい。
紫にさ緑ってなかなか斬新じゃない？逆にありなんじゃない？わかんないけど、何が逆なのかわかんないけど。え、待って、リュック、ポップじゃなくてもいいってことね。リュックはね、びっくりしちゃった。そうね、ちょっとあんまり使ってないアイテム使いましょう。ポップなんだから。うん、で待って、死んだ。ポップ、ポップさ靴ないのよ。え？そんなことある？いや、しょうがないよね。ポップってワードをやめるしかない。やめて、リュックね。この奇抜なのに似合うリュックって言ったら、なんか濃いめの紫ないの？ないね。じゃあこれ、これに、そうね、足がいるね。足がね、ポップっぽい足ってなんだろう。ポップっぽい、わかんない。柄物これ。紫ばっかり入れるのも違うよね。これやる気を感じられないよね。これはね、スニーカーだと思う。もうこれでいいや。はい、難しいのよ、ちょっとテーマが。今回もちょっと下半身は映さない方向でいこうかな。下半身ってか足元。でもリュックが売りなんでしょ今回。リュック見せたいよね。待って待って、動かないで。リュックを見せようと思うと、もう無理だわ。これでかすかに映ってるぐらい。何、ヒットすぎる。バック全見せ。へーとか言って、なんだろう、バック。でもポップでしょ、だから。私これ可愛いと思う。可愛くない？これにはデコフレームまず使えないし、なんだ、デコパーツすらいらないもんね。すごいガラガラしてるから。センス爆発って感じ。どうもありがとう。自分でも全然今センスなかったと思う。はい、ということでですね、3年目の10月ですね、終わりですね。はい、次回から特にまた何もないよね。ドラマとかないのかな。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。